はい、工事が終わったらすぐ仕事だし、今日はもうバタバタだよ。大変ね。あ、そうだ、寺の連絡とかお布施とかあいつやっとくとか言ったけど大丈夫かな。お布施なら私用意しといたわ。本当？うん、あ、ありがとう。実家を出たとはいえ長男ダメですもん。俺の嫁にしとくのはもったいないぐらい完璧な予算だよ。ありがとう。じゃ行こうか。なんだよこれ。おお、京次郎、お前なんだこの散らかりを。ああ、お前本格なんだよ。親父の法事だろ。もうすぐ寺の坊さん来んじゃねえのか。明日だけど。え、いや、それはお前命日は明日だけどさ、もう今日にしてくれって言っただろ。いらねえよ。え？マジかよ。まあ入れば。スリッパもこれだよ。汚ねえな。ああ、お久しぶりです、姉さん。はい。兄がいつもお世話になってます。こちらこそ。どうぞ。七子、うん、今からやっぱ会社行くことにしたよ。ね、うん、寺に電話したらやっぱり法事は明日だって言ってさ。うん、まあ2日続けて半休は取れないしな。大変ね。お疲れ様です。七子の方もごめんね、なんかこんな実家の片付けさせちゃって。いいのよ。あいつもそろそろ嫁もらわないとダメだな。そうね、彼女がいたら少しは片付いてたかもね。なるほどな。ああ、女の店だな。いや、確かにこれで彼女いたらびっくりだよ。まあ逆に彼女だとしてもこんなに片付けられない夢いたら兄貴として結婚は断固反対だけどな。兄弟の心配もいいけど、うちもそろそろ家族が増えてもいいかもね。あ、赤ちゃんか。そうだな。あ、でもあなたは仕事忙しいからプレッシャーに感じないでね。うん、ありがとう。まあそのうち頑張るよ。よし、じゃあ行くかな。はい、仕事終わったら家寄って着替え持ってくるよ。変わりますよ。あ、すいません。
なんだ、彼女いるじゃん。綺麗に片付いたじゃないかな、こう。あ、うん、あ、うまそう。これ、お前、ろくなもん食ってねえんだろ。食えよ。あ、よし。昼間、つまみ食いさせてもらったんだよね。あ。ねえ、姉さん。そうね。お前、兄貴に内緒で。内緒ってお前言ったらお前内緒になんねえじゃないかお前バカだな。あ、食べよう食べよう。いただきまーす。うん。うま。あ、そういや、子供はまだなの。まあ、授かりもんだからな。そっか。うん、いやでもさ、普通に夫婦生活してりゃさ、子供ってできるもんなんじゃないの？それとも兄貴忙しくてセックスしないとか。お前バカ、お前先いくら入ってるからって、お前七子、お前そういう話すんなよ。ありあり、兄弟水入らずっていうやつさ。まあそうだな。まあ親父もお袋も死んだ今、肉親はお前だけだし、腹割って話せんのもお前だけ。俺もだよ、兄貴。俺も。おう。よし、焼きはとことん飲もう。あ、おい、おい、ほら、あ。よし。あ、でもちょっと待って。あ？そっかな。おい、シャワー浴びてから飲もうかな。おう、そうしろ、お前。くせえぞ。ごめん。ちょっといっぱい。ついで。ありがとう。よし。じゃあ今日はとことん飲むぞ。そうね。姉さんは？大丈夫。すごくか？ああ。いただける。すぐ酔っ払うからこんだけにしとくか。いや、うまいよ、これ。ね。うん。うん。また寝ちゃう。すみません、気づいたらここで。では、お願いします。教授。いや、そう、本当にいい感じでした。
すぐそこに酒屋あったろ。ああ、うん、つまみは奈々子は台所で作ってるから。え、どうぞどうぞ。あ、どうもありがとうございます。あ、兄貴、そういえば仕事は。ああ、まあ今日はこんな状態だから今日一日休み取ったよ。どうぞ。そう。いや、大変でしょう、お坊さんも。いや、でもこの後何もなくてよかったです。いや、法事も無事済んだことだし、飲み直すか。と言いたいところだけど、また昨日みたいに寝ちゃうだけだからな。今日は帰って寝るわ。そうね。ね。また来てよ。俺も一人で寂しいし。姉さんも、ぜひ。そうですね。いい男だろ。なかなか姉さんなんて言うやついねえぞ。歳も奈々子と同じだしな。姉さんは姉さんだよ。兄貴の嫁だし。まあ、そうだな。いや、しかしあの坊主、酒強かったな。緊張したのかな。もう口なんか回ってなかったぞ。あなた。ごめん、もう行くよ。仕事が溜まっちゃっててさ。ご苦労様です。いつもの。よっしゃ、今日も元気に働くぞ。じゃあ行ってきます。